みなさん、こんにちは。こんにちは。魚屋長女のミクと次女のアスカです。今日はアスカにさばいてもらいます。今日アスカがさばく魚もマダイです。前回は私がさばいたんですけど、今回はアスカ流でさばいてもらいます。はい、ギョイ。そしたら、じゃあまず、これも鱗取って、エラ取って、お腹開けてるので、なんで頭から落とします。ね、ここね、ここジャキッとジャキッと切ります。また姉ちゃんがさばくったやつと同じで、これもパキンパキッといくんで、はい、で、まあ背中からさばきます。背中に1回入れて、次にお腹いって真ん中切ります。よし、で、真ん中の太い骨が見えるまで切ります。こんな感じ。よし、で今度次お腹から2回目切る。でまた同じ感じで、ここ見える。もっと開いた。うん、この辺で真ん中まで切ります。そしたら、3回目、真ん中なんですけど、ここを切らず、もう一発でギュッていきます。これでもう切れた。だいたい切れてるんで、あと切るだけ。はい、で今度逆側、逆側も、どうしようかな。腹から行く。腹から行く。ここ行って、ここ切って、真ん中。よし、じゃあ腹から。1回目切ったら、今度逆向けて、次は、もうだいたい切れてるんで、またここの真ん中、ここ切るだけで、もうだいたい切れてるんで、また真ん中ね、切るだけで、できたかな。もうできた。できた。友達カフェです。はい、できた。人それぞれさばき方が違ってきます。私たちでも違うので、でまた前回の私のも見て、アスカのも見て参考にしてみてください。はい、では、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。お願いします。